ジョン・ラルストン・ソウルジョン・ラルストン・ソウルは、カナダ人作家、エッセイストであり、国際ペンクラブの会長を務める。エッセイストとして、ソウルは特に、個人主義、市民権や公共の利益の本質、管理者あるいはより正確に言うと、テクノクラートが主導する社会の失敗、リーダーシップと管理主義の混同、軍事戦略、特に不正規軍による戦い。 言論の自由と文化の役割に関する評論や、現代の経済議論批評で知られる。ソウルは、カナダのオタワに生まれ、モントリオールのマギル大学と、イギリスのキングスカレッジロンドンで学んだ。同カレッジでは、シャルル・ド・ゴール政権下でのフランスの近代化についての論文を執筆し、1972年に博士号を取得した。国営石油会社である。 ペトロカナダの設立を1976年に初代会長モーリス・エフ・ストロングの補佐として助けた後、1977年に諸女作である小説、ザ・バーズ・オブ・プレイを出版した。1970年代末から1980年代にかけてゲリラ軍と頻繁に旅をし、北アフリカと東南アジアでかなりを過ごした。この時代に小説、 ザ・フィールド・トリロジーを出版。この北西アフリカと東南アジアで過ごした長い間に、そこでの作家仲間たちが政府から表現の自由を抑圧されているのを目の当たりにし、国際ペンクラブの働きに関心を持つようになった。2009年、国際ペンの会長に選ばれたが、北米から会長に就任したのは1921年の 設立以来、アーサー・ミラーに次いで、二人目となった。ド・ゴール地下のフランスを背景とする、政治小説、ザ・バーズ・オブ・プレイは、国際的なベストセラーとなった。その後、ザ・フィールド・トリロジーを出版し、現代の権力の危機、そして権力と個人の衝突を扱った。同書には、バラカ・オア・ザ・ライブズ、フォーチューンズ・ンセイクリッド・オーナー・オブ、アンソニー・スミス、ザ・ネクスト・ベスト、 シングとザ・パラダイス・イーターが含まれており、パラダイス・イーターはイタリアの由緒ある国際文学賞を受賞した。デース・ワイ・ボン・アメリカンはピカレスク小説で現代のナリキンアメリカ人の生活を題材とした。ボルテア・エス・バスターズ・ザ・ダウトル・エス・コンパニオンザ・アンコンシャス・シビライゼーション・ソウルの哲学的随筆活動はベストセラーとなったボルテア・エス・バスターズ。 ザ・ディクテーターシップ・オブ・リーズン・イン・ザ・ウエスト、論爆的な哲学辞典・ザ・ダウトル、エス・コンパニオン、エーディクショナリー・オブ・アグレッシブ・コモンセンス。さらにマシー・レクチャーズでの1995年の公演をもとに執筆された、ザ・アン・コンシャス・シビライゼーションの三部作で始まった。ザ・アン・コンシャス・シビライゼーションは、1996年、カナダ総督賞のノンフィクション賞を受賞した。 これらの作品は人間の他の特質に比べ不均衡に重要視されている理性の独裁、それが特に権力のための権力を追求することに報いる方向性のない国家においていかに目的構わず使われているかを扱っている。ソウルはこれが真実として奨励されるイデオロギーのような思想を歪めることになると論ずる。合理的ではあるが、 非民主主義的なコーポラティズムの構造、つまり、小グループの信歩そして、それが引き起こす危害を実質的に理解することを、封じるための言語や専門知識の使用、さらに我々の社会が他に何をやりかねないかを論ずる。社会の役割を尊重しない、個人主義の高まりは、かつて期待されたように、個人の自立や自己決定を高める代わりに、 孤立や阻害を生み出してしまったという。共通の利益を達成するために理性が常識、倫理観、直感、創造性、記憶などの人間の他の精神的能力と均衡の取れたより人間主義的な理想の追求を呼びかける。拘束されない言葉や実践的な民主主義の重要性を説く。これらの書では責任ある個人主義の概念を紹介した。 リフレクションズオブエーサイアミーズツインソ w ルは、これらのテーマをリフレクションズオブエーサイアミーズツインの中で、カナダやその歴史、文化に関連付け拡大した。同書では、カナダがソフトな国であるという概念が生み出された。これは、カナダが弱いというのではなく、頑固で一枚岩のアイデンティティを持つ国々に対して、柔軟で複雑なアイデンティティを持っているという意味だ。 カナダの複雑な国家アイデンティティは、先住民、不都合系、英語系というカナダを構成する三つの民族の三角関係の現実で出来上がっていると論ずる。これらカナダの民族が、あからさまな対立の道を行くのではなく、お互いに妥協する意思を持っていることを強調する。同じ調子で、ケベック州の独立精神派モントリオールスクールが、 カナダの歴史における対立を強調しすぎていると批判し、また、カナダのオレンジ結社や1800年代のアッパーカナダの改革ハクリアグリッツが伝統的にカナダ人らしさや忠誠心を明白に定義しようとしてきたことを批判する。オン・イコライブリウム・ソウルの次の著書、オン・イコライブリウムは事実上自身の哲学三部作に対する最後の命題となっている。 常識、倫理観、想像力、直感、記憶、そして理性を、すべての人間に共通する6つの特質であるとする。これらの内なる力が、いかにお互いの均衡を保つために使われうるか、均衡が失われたとき、例えば、理性の独裁が起こったときに、何が起こるかについて説いている。ザコラプス・オブ・グローバリズム雑誌、ハーパーズ・エキコー 同志の2004年3月号で発表されたザコラップスオブグローバリズムアンドザリバースオブナショナリズムの中でソウルはグローバリストのイデオロギーはそれへの対抗運動によって攻撃されているというこの議論をソウルはザコラップスオブグローバリズムアンドザリインベンションオブザワールドで再考し発展させたグローバリゼーションは決して不可避な力ではないが すでに矛盾する断片へと崩壊し始めており、国民は建設的な形と破壊的な形の両方で自国の利益を再び主張し始めたと論じる。ソウルが予測した経済破綻が起こった後、2009年にザコラプス・オブ・グローバリズムは現在の経済危機について語るエピローグを加えて再発行された。フェア・カントリー、フェア・カントリーは ソウルがカナダについて執筆した二つ目の対策で四つの章に分かれている。この章ではソウルがリフレクションズ・オブ・エイサイアミーズ・ツインの中で行ったカナダの三角関係の現実を取り上げている。ハロルド・イニスやジェラルド・フリーセンなどの学者の研究を活用し現代のカナダは先住民の考え方や 1600年以来250年以上もの間カナダに移民してきた、普通語系、英語系民族の経験に深く影響を受け、形作られたと論じる。その250年以上もの間、先住民はカナダでの支配的な力、あるいは同等なパートナーであったという。先住民は急速にカムバックしてきており、非先住民カナダ人が自分自身を理解するためには、 先住民が根本的に与えてきた影響を認識しなければならないという。この章では1867年カナダ憲法に記されその資金石となった平和、秩序、良い政府の代わりに、それ以前のカナダの公文書で支配的であった言い回しは平和、福祉、良い政府であったと論じる。秩序に重きを置くというのは真に、 カナダの成り立ち表すものではないという。この章は、ソウルのテクノクラート的、官僚的体制へのより一般的な批評を表している。現在のカナダのエリートは、有料すべき、凡庸性を映し出す像となっているが、過去において、いつもそうであったとは限らないと示唆する。ソウルは、この最終章で、カナダは固有の数々の歴史的な出来事への独特な、 反応として出来上がった国であることを理解することへ立ち戻るべきだと説く。1995年のマシーレクチャーの講演者として選ばれたことに加え、ソウルはその他数々の著名なレクチャーで講演を行ってきた。1994年にはハロルド・イニス・レクチャーで2000年には初開催のラフォンテーン・ボールド・ウィン・レクチャーで講演をした。 2004年2月4日には、カナダ・オンタリオ州キングストン市にある、カナダ王立軍事大学で開催された、J.D. ヤング記念レクチャーにおいて、エーニューエラオブ f Irregular w a という講演を行った。2005年には、オーストラリア・ブリスベーンの2005年アイディアズレクチャーで、2007年には、ポーランド・クラクフのキャプティブ・マインドレクチャーで、2008年には、 バルバドスで開催された第33回、サー・ウィンストン・スコット記念レクチャーで講演した。また、2009年2月3日には、モントリオールのマギル大学法学部の、マギル法学ジャーナル年次レクチャーで講演を行った。ジョンラルストン・ソールは、新しく、カナダ人となった市民が活発な市民になる、よう奨励する、カナダ市民権協会の共同会長を務める。 国際ペンのカナダセンターのメンバーであり、同センターの会長も務めた。また、英仏二カ国語の教育を奨励する、フレンチ・フォー・ザ・フューチャーの創設者であり、名誉会長でもある。ラ・フォンターネ、ボールドウィン・シンポジウム、レクチャーシリーズの諮問委員会の委員長、障害者とのつながりを持つ、最先端組織プランドライフタイムアドボカシー、ネットワークの講演者でもある。 1999年、カナダ勲章を受訓し、1996年には、フランスの芸術文化勲章のシュバリエを受訓した。マギル大学、オタワ大学、さらには、ロシアのサンクトペテルブルクのヘルツェン大学などから、14の名誉学位を授与されている。1999年から2006年、妻のエドリアン・クラークソンが、カナダの総督を務めた時には、 カナダ総督配偶者として多くの時間を表現の自由、貧困、高教育、バイリンガリズムに捧げた。ソウルは2009年10月にリンツで開催された年次大会で国際ペン会長に3年の任期で選任された。会長選に向けてより弱小な絶滅の危機に瀕した言語や文化に注意を払う必要性を訴え、言語の喪失は 究極的な表現の自由の排除であると論じた。特に、絶滅の危機に瀕した先住民言語を重要視した。世界102カ国に144のセンターを持つペンの組織をさらに文献化することを訴えた。文学と表現の自由は同一のものであり、どちらか一方が欠ければどちらも存在し得ないと議論する。 チュニジアでの表現の自由の喪失について、欧州議会の人権委員会で証言を行い、亡命難民について、欧州理事会で語った。亡命中の作家についてのエッセイを出版し、すでに数カ国語に翻訳されている。フリーズン、ジェラルド、シチズンズネーション、アンエッセイ・オン・ヒストリー、コミュニケーション、アンド・カナダ、トロント、ユニバーシティ・オブ・トロント・プレス、2000、ソウル。 ジョンラルストンエフェアカントリーテリングトゥルースアバウトカナダトロントバイキング2008174ヒズエクセレンシージョンラルストンソウル J.D. ヤングメモリアルレクチャーエーニューエラオブイレギュラーオーフェアレクチャーデリーバードツーファカルティアンドカデッツロイヤルミリタリーカレッジキングストンオンタリオアーカイブド2009年2月26日アットアーカイブイットハットザ マクギルロージャーナルアニュアルレクチャー。ありがとうございます。